はい、みんな集まってますね。これからご飯がもらわれると思いますが、プリン外出る。はい、母さん、顔もちゃんと触れるよ。なでなで好きになってきた。母さん、はい、いいよ、外行っていいよ。どうぞ。アズちゃんが助けに来た。面倒見いいね、アズちゃん。フレーメンですか。フィルムカメラキャノン A1AV1、 それから、210から70、こちらは135から70のズームレンズ、純正ではなくてですね、85mm と 50mm のレンズ、それからこれは、まあ、英語でなんていうのかな、速光機ですね。あれちょっと液晶が、それからオートワインダーといってですね、自動巻き上げ機、コンバージョンレンズ、これは2倍のコンバージョンレンズ、そして、純正のストロボですね。これまとめて、メルカリに出します。これから写真撮影をしてですね、説明文を書いて、意外とメルカリで物を売るっていうのは面倒なことなんですよね。でこれ丸々で1万円ぐらいで、なんか A1 のこの1台と、付属のレンズくらいで1万で売ってる人が見かけたので、これだけ丸ごとで1万円なら買ってもらえるんじゃないかろうかと、今やですね、フィルムの、一眼レフなんていうのは、もう、マニアになるかな。これを使うのはなかなかちょっと、厄介かなと。フィルム代がかかってしょうがないということなのでね、いい人に買われるといいねって、里親さんじゃないけどねというとこです。そんな中、カオリンが今日もお外に出ております。はい、はいはい、どうですか。変に刺激しない方がいいですね。ほっときましょうか。はい、ポンちゃんは姫天蓋付きベッドでお休みですか。はい、姫女帝
こいける？斜めに飛ぶんだよ。そこみんなクリアしてるからね。そうそう。これ。これさ、あれだね。みんなすごいね。斜めに飛ぶんだね。アンズちゃんなんかそこすごいお気に入りでよく乗ってるけど、うん、すごいねアンズちゃん。無理か。そのうちね。はい、カオリンのケージをジャン君チェック。カオちゃんどうする？ご飯だよ。カオちゃん。よいしょ。近くにいると行きにくい。カオリン。はい、カオリン、道開けますよ。でもジャン君がいますよ。ジャン君は怖くないもんね。はい。はい、ご飯。カオちゃん、外出てるの？はいはい。カオさん。カオちゃん。もう興味が。そこ、前、昨日も言ったじゃん。そこ、ピッて言わせないようにしてくれる？え、なんか話し中にしたじゃん、君。ちょっと、ジャックも食べちゃうと思う。思ってて。ジャックもチュール好きだから。チュール持ってるから。カオリン、おいで。ほら。カオリン、ピッピッて言わせないでよ。カオちゃん。カオちゃん、ここ入れないからカオリン。アンズちゃんが行かないようにカオリンしてあるんだよ。よいしょ。カオちゃん。おいちゃんくん。おいちゃん、ご飯だよ。おいで。カオリン。今食べたでしょ？あ、カオちゃんおいで。おいでおいで。カオリン。そうそうそう。カオちゃん。カオちゃんご飯だよ。シャーじゃなくて。はい、ご飯。はい、ご飯が。ご飯ここに置くよ。はい、じゃあここに置こうね。一階にね。はい、どうぞ。じゃあ一階に。そっちからは入れませんよ。ああ。カオちゃん。そんな面白いのか。カーテンのとこで遊んでいます。あ、ご飯見つけました。見つけたけど柵があります。どうする？いい子たちだったね。大変なの。男の子はご飯で戻るってことだね。あとはなんかケージの中で絶対食べるっていう、うん、あのなんかついてるね。カオリン、薄いカーテンのこっち側に来ないとね、入れない感じがしちゃうよ。あ、今だ、今なら戻れるよ。はい、カオリン。カオリン、さっきのね、カーテンの向こうじゃなければ大丈夫だ。はい、カオリン、おいで。じゃあ、またこれで呼びますか。ほい。はい、どうぞお食べください。いつまでも食べて入ってね。ご飯だよ、ご飯。ご飯だよ。一応ご飯お腹いっぱいって思ってるっぽい。よいしょ、はい、あ、ごめんね、ちょっと取って。今、こっち持っていくよ。はい、ご飯だよ。はい、ご飯だよ。はい、カオリン、どうぞ。ご飯だからね。ご飯って言ったらここに来るんだよ。一応2階だって思ってるわね。うん、1階だね、カオリン。
よしよし。いい子になってきたな。うん。いい子だね、かおりん。お腹空いてたね。すごく頻繁に撫でよう。うん。なんかもう全然撫でられるもんね。うん。いい子だね。よく頑張ってます。ところの猫会議始まりますね。はい、またしても夜泣いております。もうご飯来るからね。待ってね、なでなでてまたね。よいしょ、もうちょっと待ってられる？ここで遊ぼうか。またまたまた。お腹が空いてる方が先決なんだそうです。全部食べて、かおちゃん。よし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 。